HD63765 は地球から流骨座の方向に約100光年離れた位置にある8等級の構成である。HD63765 は太陽の約8割の質量と半径を持ち、表面温度も太陽よりやや低い G 型主系列星でスペクトル分類では G9V 型に分類される。2009年。 ドップラー分光法による観測で HD63765 を公転する太陽系外惑星 HD63765B が発見され、その他3つの惑星と同時にその存在が発表された。HD63765B は1年ほどの公転周期で軌道を公転しており、少なくとも木星の3分の2程度の質量を持つとされている。 2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機会を提供する IAU100NM ExeWorlds プロジェクトにおいて HD63765 系はボリビア、多民族国に割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、 ボリビア国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、HD63765 はタペキュ、HD63765B はイバガと命名された。 これらは、グアラニ族の宇宙観に関連した言葉に由来しており、タペキは、地球の最初の住民が、地球にたどり着き、また楽園に帰るのに使われたとされる天の川のことを、指す、永遠の通り道を意味する言葉に、今川天の川を通ってたどり着くことができる、楽園を意味する言葉に、それぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。